アサジワン・ツシの城山と、アサジワンの頂上は草湾、大関節島付近の空中写真国が、沈降してできた入り江である溺れ谷の様子がわかる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成アサジワン周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。 2016年撮影の50枚を合成作成。朝字湾は長崎県津島市、津島の上島と下島の間、西側にあるリアス式海岸に囲まれた湾である、千海湾とも表記する。環境省の法令告示通達、排水基準を定める、省令別表、第二の備考録及び七の規定に基づく、窒素岩有料または、 林、林岩有量についての排水基準に係る海域によれば、長崎県下あ郡三島町万石橋、大船小江橋、道群と与多町小松崎と、道群三島町合崎を結ぶ線及び陸岸により、囲まれた海域と定義されている。なお、下あ郡各町は、市町村合併により、現在はすべて津島市に属する。 前述のように、人口によってできたリアス式海岸が発達しており、多くの入り江と小島がある。特に湾の中央部にある島三島は、津島の続島の中でも最大の島である。湾港は西を向いており、大口瀬戸という。また、南東部には万石瀬戸と大船越瀬戸の二つの運河があり、それぞれ津島東深い域につながっている。 三島島内の佐古川、新田川、海所川、峰川など主要な河川はすべて旧神屋形群の西岸に注いでおり、この湾に注ぐ一級河川、二級河川はない。湾内は養殖漁業が行われており、特に真珠の養殖地として有名。三重県五カ所湾で真珠養殖を営んでいた北村孝一郎が三木本幸吉との特許裁判の条件として五箇所湾での 養殖ができなくなり、津島出身従業員のアコヤ貝は故郷にもいたという話を聞いて、1913年にやってきたのが始まりである。2000年代前半頃からは、津島近海産の横輪を使った黒マグロの畜養も行われている。朝地湾周辺はその美しい景観から、津島の主要な観光地の一つである。津島市が、 市営都線を使った周遊観光船を運航しているほか、民間でも観光船を運航している業者がある。また、シーカヤックフィールドとしても適していて、2005年からは、毎年、津島シーカヤックマラソンという全国大会が開催されている。湾南部の黒瀬城山には、飛鳥時代に作られた金田城跡がある。また、 同じく湾南部の竹敷地区にはかつて日本海軍用行部が置かれ、朝地湾沿岸の各所に基地防衛のための砲台が築かれた。現在、竹敷地区には海上自衛隊津島防備隊が駐屯している。法令、国示、通達飲料水健康危機管理実施要領の改定について、環境省、2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2019年3月23日閲覧。始まりを歩く、洋食真珠、深淵求めた真珠王の情熱、朝日新聞土曜長官別ずり、B2021 年6月12日同日閲覧。ありがとうございます。